班長はん、ここで待っててんか。うちちょっと島の商工会長はんに挨拶してきたいねん。あんた、どないしてん？なんや、お困りのようやな。ああ。その、いや、しかし、その、確かにこの島はそこそこ栄えとるし、交易が盛んで人の往来もええ。しかも都市から少し距離があって、時代も格別に安いし、駆け出しの商人が拠点を構えるにはもってこいや。あんたここに目つけるとはなかなかやるやんか。はい。しかし、なんやあんた、何がおかしいねん。あら、なんですって。アホタレ、騙されたらあかん。そんなの詐欺に決まってんやん。はあ、商工会所属？ほんまか？怪しすぎるで。まあ。なんでよ？まあ。はあ、なんや、頼りないけど、しゃあない。乗りかかった船や。うちが最後まで面倒見たる。ああ。モンキー！誰がつかむかーい！修行時代は何を飽きなっとったんや。ああ、その、ほな同じ食堂で勝負するんか。はい。せやったら水の確保が大事やで。焚き木も届きやすいところがええ。ああ、あと衛生面は大事やな。建物が清潔なんはもちろんやけど、ゴミとか下水の処理も要チェックや。あんた、何がおかしいんや。うちが間違ったこと言うたか。いいえ。でも、なんやて。でも、それほんまやろな。なんや、調子良すぎやないか。さ、あ、ほんまや。確かにここなら水も焚き木も困らへんで。これのどこが理想系やねん。お客の動線ゼロで商売なんてできるか。あら、え？
なな、ひとごとやと思ってからに。うわって何してんねん、あんた戦えるんかいな。いえ、なんや、ちょっと見直したやんか。ほな、うちも負けてられへんな。ほれ、バンバン行くで。あんなしょうもないもん紹介しよってからに。あんたもアキンドならお客様には誠心誠意しっかりしよう。あら、あー、はいはい、もうええから早よ次の紹介してや。そうね、当然や、アキンドやったらお客さんの動線は気になるもんやろ。うん、ふん、どうせまた動物やら魔物やらがやってくるんやろ。天丼とかしょうもないお約束いらへんで。いいえ、じと今度こそほんまやろな。ああ、出落ちやないかーい。あら、とぼけても無駄や。あの人たちどう見ても人間やあらへん。うわっ、よし、アホタレ、それお客ちゃう、ゾンビや。うわ、アホなこと言ってんで早逃げるで。そんなん相手にしてアキンドなれんなら墓守はみんな大アキンドや。いや、あんたのせいで散々やわ。あら、嘘くさ、もうええわ。あんたに頼んだが間違いやってんや。まあ、今度こそほんまやろな。ええか、今度嘘ついたら針千本やで。針千ちゃうで、針千本やで。ええ、そうやそうや、分かっとるやないか。元手が頼りない駆け出しっちゅんはとかく初期費用を抑えたいんが人情や。ギルドに口聞いてもろて商売道具を中古で安う譲ってもろたり、隠居する人がおらんかチェックしたり、そうやって安う済ませて仕入れやサービス宣伝なんかに注力した方がええねん。はい、なんですって。はい、どひゃー、掘り出しもんや。まあ、ほんまや、よう見たらここ町の中央を走る大通りやん。まさか。お、なんやなんや、隣の店からお客さんが出てくるやん。お兄さん、ぼさっとしてへんと開店前のご挨拶言っとくや。
お客さん、毎度大きに。今度、隣でお見せすることなったもんや。サービスするさかい、来たってや。ああ。なんや、一体何の店やろか。挙句インチキ物件捕まされるとこやってんで。いえ、へえ。なんや、お兄さん大した証拠やんか。うちはどえらい掘り出しも見つけてもうたかもな。にっしししし、しゃあないな。少しお灸据えてからにしよう思っとったけど、ええわ、今すぐ助けたる。やったな。まさかこの島の商工会がここまで厳しいなんて思わなんだわ。あ、なんや、うちまで騙されてた思ってたんやないやろな。さあ、変な物件ばかり見せたんはあのお兄さんが飽きんどに向いとるか試したかったからやろ。もうとぼけんでもええ。終始寝踏みするような飯よって、そんなんバリバリや。
大方依頼人は商工会か、ギルドに加入させるかどうか査定しとったんやろうな。まあさすが商工会所属は伊達やなかってんな。なんやあんた、うちのこと知ってたんか。そうね。まあ。あなた。そりゃ大きに。でもうちは風や。風は一ところにおられへんねん。島から島へ花びらみたいな綺麗な夢を運ぶんや。大棚の大狼もええけどな、風になってみんなを喜ばすんも案外悪ないねんで。思ってないねんで、ほんまやからな。